おはもる、どうも、紅茶ガーデンとラテちゃんでしゅ。今回なんですけども、前回ぷいぷいモルカーを見てモルモットを飼いたくなった人へという動画を撮ったんですけど、コメント欄でですね、いろんな質問が来てたので、それに答えていきたいと思います。まあ、ただこの答えていくのはですね、あくまで自分の考えなんでね、皆さんも参考にする程度でお願いいたします。生き物なんでね、絶対はありませんのでね、ほんと参考にする程度でお願いいたします。最後にね、どうするかは飼い主さん次第ですね。ということで行ってみましょう。まず1個目、前うちにいた子は直にペットシーツを敷くと食べちゃう子だったので、ペットシーツの上に網戸の網を敷いていましたなど、あとはペットシーツをかじられたりしないのかとか、トイレは覚えるのかとか、うちの子はペットシーツを食べてしまうとか、そういうトイレ関係の相談質問がとても多かったなぁと感じました。今いる子たちはペットシーツをかじるっていう子は誰もいないです。で、歴代の5匹のモルちゃんたちは結構かじり癖がある子が多かったんで、ペットシーツを敷いてないっていう状態が多かったですね。で、なんでうちの今いる子たちはペットシーツをかじらないかって言いますと、多分ですね、空腹になると口寂しくてその床材とかを食べたりしてしまうんですよ。なんでね、もう常時絶対チモシーが切れないように、常時チモシーを置いといてあげると噛まないのかなって思いましたね。とりあえずうちの子はそれで今のところ10匹中10匹誰も噛み癖はないです。なんでもう噛み癖がついてしまった子に関しては多分直すのは厳しいんじゃないかなって思いますね。なんでね、もう常にチモシーは置いといてあげて、なんか口寂しいなってモルモットさんたちが思ったらチモシー食べに行くんで、ペットシーツご飯みたいな感じにならないような生活にしてあげるといいと思います。で、あとトイレに関してなんですけど、トイレはね、基本的に他の動物を飼った感想だと基本的に覚えないって思った方がいいですね。ハムスターは結構覚えるんですけどね、ラットは覚えないし、爬虫類も覚えないし、犬も覚えてた子もいれば覚えられない子もいたんでね、やっぱり若干個人差はありますけど、基本的には犬とかみたいにはしつけはできないです。ただですね、モルちゃんたち端っこにね、結構おしっこをうんちする傾向があるんでね、それをうまく使って端っこにペットシーツを置いたりするといいかもしれないですね。あとうちのこの女の子ちゃん3匹はなんですけど、ここ今放し飼いにしてるんですけど、基本的に。で、これがね、女の子ちゃんたちのお家なんですけど、もう常に放し飼いにしてるんですけど、あんまりね、この放し飼いコーナーではおしっこうんちバー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 したりはしないですね。なぜかみんなね、ちゃんとこの中でしてます。ただね、男の子に関しては結構あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃビャーってポロ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 ってしたりしますね。まあこれはね、うちの子の話なんで他の家の子は分かんないですけど、うちの子はそのような傾向があります。なんでね、トイレは基本的に覚えないと思っておいた方がいいかな。それでは2件目、じゃかじゃん。喧嘩しているモルモットには手で落ち着かせることが超危ないです。熱い袋を着ないば着ないば鬼滅の刃みたいな、すみません。怒られたモルモットの歯は肌に刺せて緊急致命室に行かないと手が移させます。はい、結構モルモットの喧嘩の具合にも、まあ、グレードがあってですね、小競り合い程度だったら間に入るときパンって手やっても大丈夫ですね。全然大丈夫です。もう本気で喧嘩してた時に手やるとダブッと噛まれることはあるんですけど、私12年飼ってて本気噛みは1回しかないかな。まあ痛かった、血は出なかったですね。血は出ないけど、なんか肉を挟んだなみたいな、そんな痛みでしたね。あ、いたって感じですね。まあ小競り合い程度だったらね、バーンって掴んでもらっても問題ないです。本気でね、喧嘩してる時はお互い歯をね、カチ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 してて、もう正面衝突みたいになってしまうんでね、そういう時は急に手をバンって出さない方がいいですね。はい、続いて質問3個目、じゃかじゃん。体重に関しての質問です。うちのモルは男の子が1歳2ヶ月で 986g、 1歳で 986g はおデブですか、ということなんですけど、これはですね、まずモルモットの標準体重が男の子が1200前後、女の子が
950前後が当たり付けの獣医さんに言われております。まあ女の子だったら1キロ超えちゃうとぽっちゃりって言われますね。ラティちゃんぽっちゃりかな。最近ね女の子一応ちゃんと餌の制限はしてるんですけど、なんかねぽっちゃりになっちゃうんだよね。なんでだろうね。1匹ずつね単独飼育してればそういう体重の管理は簡単なんですけど、多頭飼育だと割とその体重のコントロールは難しいですね。人のを食べちゃってるっていうこともあるかもしれないですね。1歳2ヶ月で 986g はまあおデブではないと思います。男の子なんでね、まあ、マックス 1200g あっても全然問題ないと思います。それ以上になるとなんか別の病気にならないか心配なんで、あんまりね太らせすぎも良くないし痩せすぎも良くないですね。標準体重目指していきましょう。じゃあ実際うちのモルモットの体重測ってみますか。ラテちゃんはね、ラテちゃんは最近ちょっとデブなんだよね。そんなに餌あげてないんだけど、なぜですかね。あ、意外と大丈夫。はい、ラテちゃんの体重は、危ない死ぬよ。ばあちゃん死ぬよ。はい、ラテちゃん980ですね。若干ちょっと、もうちょっと減らした方がいいかもしれないね。いい感じの重さです。まあ、ラテちゃんね太りすぎだとかよく言われるんですけど、そう意外とね標準体重なんですよね。まあ、多分このね毛の感じのせいではあるかもしれないですね。意外と測ってみると標準です。よかったな、よかった、標準だ、標準ちょい上だ。あんたカカタンの体重測ってみますか。まあ、参考に、ね、なるかな、数があった方が。カカタンはですね2020年3月28日生まれですね。なんでまだ1年経ってない女の子です。カカタンでちゅ。はい、じゃあカカタンの体重測ってみましょう。はい、カカタンは 801g ですね。まあ、女の子なんでこんなもんかな。シェルティの毛がすごいよね。なんかズラみたいだってよごくほんとね毎回言われる、シェルティのモルモットは。はい、そしたら次はノエちゃんでしゅ。この子はね去年生まれた子ですね。もうすっかりね大人サイズになりましたよ。男の子ですね。じゃあちょっと体重測ってみますか。はい、 830g です。思ったよりありませんでしたね。はい、で、うちのね、ボスのカフェくんです。2018年5月3日生まれの男の子ちゃんですね。多分ね、この子が一番重いんじゃないかな。1200ありそうだけどね。ほらほら、あ、思ったよりなかった。1キロなかった。意外とありませんね。はい、そしたら次は、モカくんでしゅ。もう顔がやばい。もうね、こうやってね、白目が出てる時はかなりびっくりしてます。モカくん。モカくんは2016年生まれの男の子です。モカくんはね、全然ないよね、そんな体重。うん、やっぱちゃんとね、一人暮らしの子はご飯を管理してるんで、そんなないですね。なんならもうちょっと上げてもいいかもしれないね。1日カリカリ 20g にしよっか。意外とね結構パンパンなんですけど、お腹がね。もうちょっと太っていいんだね、モカくん。こうやってねたまに体重を測ることでね、あ、もうちょっと上げた方がいいんだなとかね、そういうのがわかりますね。次の質問、4つ目、じゃかじゃん。以前は新聞紙をヘッドシーツの下に敷いてたと思うんですが、今やめた理由は何ですか、ということなんですけど。やめた理由は新聞紙を取らなくなりました。以上です。では次、5個目、紅茶さん、先週頃成田近くのジョイフルホンダにいましたか。この動画でちょっとメガネ見えたんで、爬虫類ずっと見てる人がいたので、メガネかけた髪の長い女性でもしやって違うかなってことなんですけど、私外ではメガネかけないです。はい、外ではコンタクトです。6個目、じゃかじゃん。毛の長さで飼いやすさは動画内で言われていますが、それ以外の種類によって違い、飼いやすさはあるのでしょうか。うちはですね、イングリッシュとシェルティとテディしかいないんで、その他はわからないんですけど、特にこの3種類飼いやすい
飼いやすくないって言ったら、チェルティは毛が長いんで汚れやすい傾向がありますね。前回に言ったのと同じですかね。他は飼ってないんでごめんなさい、ちょっとわからないです。私はわからないこともわからないって言うよ。ただスキニーギニアピックは毛がないんでね、多分寒さに弱いんじゃないでしょうか。そう、これは想像です。違う種類、種族かな、相性はありますか。うちはウサギを飼ってるのでどうかなと思いました。はい、これなんですけど、ウサギには特有の菌を保有してるんですけど、それはね、ウサギ自体はあんまり発症しないらしいんですよ。まあ、稀にね、モルモットにかかってモルモットが発症してしまうことがあるらしいです。なんであんまりね、よく動物園とかでモルモットとウサギが一緒になってることをお見かけしますけど、実はあれってあんまり良くないみたいです。まあ、ただね、ウサギさんは私飼育してないんで、ここはちょっとわかんないですね。そのウサギとモルモットを一緒にするかしないかは飼育者さん次第かなと考えてます。種族の相性っていうか、その子の性格にもよりますかね。以前ね、動画にも出したんですけど、フトアゴヒゲトカゲとモルモットはね、割とね仲良くできてたんで、まあ、フトアゴがおとなしい性格なのか、その子がただ単におとなしくて優しい子だったのかは、何匹も飼ってないんでそこら辺はわからないです。ちなみにラットとモルモットはもう絶対やめた方がいいですね。大怪我すると思います。次の質問、8個目、じゃかじゃーん。私がハムスターを飼った時、金網をよくかじって対策に苦労したのですが、モルちゃんはそこまでかじりまくりませんか。早く餌欲しい時とかはガジガジしますね。ただ夜な夜な一人でガジガジしてるっていうのはないかな。なんかある時だけ、例えば私がここに座っててすごいなんかお腹をすかしてるとかだとアピールしてきますね。ガジガジかじって餌くれー餌くれーっていうのはありますけど、何もなしにガジガジはないです。ケージの2階のルフトは落ちて怪我したりの心配はないでしょうか。ウサギは危険とよく乗っていたので。そう、ウサギはよくわかんないですけど、うちの子が落ちたりとかそういうのはないですね。今のところみんなちゃんと階段を使ってテコテコしてます。はい、次のコメント9個目、じゃかじゃーん。昼夜関係なしに、土日祝日関係なしの仕事についているので。はい、私もね、だいたいそんな感じですね。ただまあ時間はね同じかな。若干夜遅くまで働いてます。動物を飼い始めたとしても、給餌や掃除のタイミングがばらけることを予想しています。ひいては動物の生活リズムにもムラが出るというか、狂わせてしまうのではと思い飼育を断念しています。これまでに飼われた動物の中で、そうした状況にも強いと思われる種類はありますでしょうか。そうですね、モルちゃんは割とね、飼い主に合わせてくれる生き物なんでね、その夜中にすごいうるさいとかそういうのはないですね。ただご飯のタイミングはだいたい同じ時間かな。じゃないとすごいプイ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 ってプイってもうね、抗議が始まります、10匹で。で、掃除はですね、我が家は、私は仕事行く前に1回と仕事を帰ってきてからの1回ですね。そうですね、生活リズムがうんぬんっていうと、ハムスターとかラッとかはそんなに気にしてない感じがありますね。結構お綺麗さもできますからね。あとはアクアリウムとかも全然大丈夫かな。勝手に消灯したりしてくれてますし、あとは爬虫類ですね、1匹だけ飼ってるんですけど全く手がかからないです。今から爬虫類、ヤモリですね、ヤモリが出てくるんで、ヤモリ苦手よっていう人はちょっと若干目を閉じててください。言うんでちゃんと、うん、じゃあ今から出てきます。ヤモリが苦手な人はちょっと目を閉じててもらうか、飼育場をちょっと動かしてください。じゃあ行きます。3、2、1。このですね、私が今飼育している、そろそろ1ヶ月目になるんで動画を出そうかなと思ってるんですけど、このジャイアント月光っていうヤモリはそんな昼夜問わず世話もかからず、忙しい方にはとてもいいんじゃないかなって思いますね。こんな感じでかなりこんな感じでとても可愛いんですけど、ダメですかね、爬虫類苦手な方。うん、この子はですね、まだ子供なんでね、1週間に5、6回餌を、おお前飛ぶんか飛ぶんか霧吹きは1日朝晩やって、気がついたらシュッシュして、餌もね、置き餌もまあできる子もいるんでね、こんな感じでかなりね早いんですよね。ペタペタとペタペタだこの子ちょっとお値段が高いんであれなんですけど、レオパとかだったらかなり飼育はしやすいんじゃないかなって思いますね。多分ね、モルモットとかそういう哺乳類飼育されてる方からしたらね、なんか飼ってる感が全然ないです。どうですかね、かなりアグレッシブに動くんで、
このジャイアント月光っていうヤモリはとっても可愛いです。お顔見せてあげて、お顔こっちばっか見てこっちばっか見て。でトイレもね、1日1回ですからね、1日1回あるかないか。はい、ということで爬虫類はここまでです。皆さん帰ってきてください。だね、ジーパンだから登りづらいでしょう。話し替えしてるとね、こうやって膝の上に乗ってくるんで可愛いですよ。あとはそうだな、アレルギーなんですけど、私もですねアレルギーあります。いていていて、なんで噛むの、間違えてる、指噛んでる、痛い撫でちゃう撫でちゃう、ほら。結構ですね、あの餌のチモシーでアレルギーが出ちゃう人とか多いみたいですね。で私はモルモットのこの頭の先がね、この腕の裏とかにつくとすごいジンマチン出ますね。肌の柔らかいところに刺さるとかなり出ちゃいます。あと顔とかもね、スリスリしたら真っ赤になるんで、もうお出かけしない日とかお風呂の前とかスリスリしてますね。でスリスリして顔が赤くなったら、私は顔を全力で洗って過ごしてます。くしゃみも結構出ますし、鼻水も出るけど別に死ぬことはないんでね。そのね、モルモットのアレルギーとかよりもね、絶対花粉症の方がきついと思うけどね。爪切りや定期検診などどうしてますかっていうことなんですけど、爪切りは自分で切ってます。モルモットを飼い始めた最初の頃はね、怖くて病院に連れてって切ってもらってたんですけど、その時1回500円だったかな。でも先生のところに連れてったら、いやなるべくやっぱ外に連れていくとそれだけでストレス、結構ナイーブなんですよモルモットって。なるべく病院に連れてこないでほしいということで、ね、獣医師さんが、そのエキゾチックアニマル専門の獣医師さんだったんですけど、その人曰くは、なるべく爪切りは自分でやってほしいなってことをもう先生からね言われたんで、私は自分で爪切りしてます。なんでなるべくこうやって爪切りのポーズ、こうやって落ち着かせてます。このポーズが苦手にならないように、なるべくこうやってコミュニケーションを取ってます。で定期検診なんですけど、4年目か5年目になったら定期検診半年に1回した方がいいかなとは言われましたね。でラテちゃんがそろそろ5歳なんでね、そろそろ行った方がいいかな、どうしようかな、ストレスになるかなってちょっといろいろ考えてますね。ただねラテちゃんね、外に連れていくとね、外が本当に嫌いみたいでね、外に連れていくと死んだように動かなくなっちゃう。それが逆に見ててね、かわいそうでかわいそうでね、なるべく病院連れて行きたくないですね飼い主としては。で、あとはですね、保険か。保険のこともコメントであったな。保険はですね、正直ギャンブルだと思いますよ。なんかいいなと思った保険をよく見ると、4年目以降は無効ですとか書いてあったりしてて、で結構ね、まあ今までのこう経験からなんですけど、4年目以降に病気にかかる子が比較的多いです。比較的ね。うちの子は偶然4年目以降から体調を崩す子とか、そういう子が多かったですね。なんでそういう保険はまずもう絶対必要ないのと、保険の掛け金とか、しかも何パー戻ってくるとか、いろいろ計算すると意外とね元取れないですよ。なんで自分でその分貯金してた方が絶対にいいと、まあ、絶対ではないか、なんか違う保険が出てるかもしれないですからね、いい保険が。でもね、私は自分で貯金しておいた方がいいんじゃないかなって思いますね。で目安的には1匹20万ぐらいあった方がいいです。安心ですね。とりあえず20万あったら手術とかちょっと何泊か病院で泊まっても、なんでうちはモルモットが10匹いるんで、かける20万あれば安心かなって思ってます。なんで私はペット保険は今のところ入る予定はないですね。はい。あとコメントでですね、コモルちゃんが大人の毛をむしり取って食べるっていうのなんですけど、それうちもあります。理由は分かんないです、すいません。私がこうやって寝ている時、ラテちゃんがよく私の毛を食べようとする時もあるんで、多分食べ物と勘違いしてるのかなって思いますね。うん、一緒に寝たらなんかハゲそう。はい、あとは猫ちゃんと一緒に飼うのは難しいでしょうか。今現在猫8匹、犬1匹なんですが、
私そもそも猫を飼育してないんで何とも言えないんですけど、中にはね猫と一緒に仲良くされてる方のお家も知ってますけど、まあ、基本的にはやめといた方がいいんじゃないかなって思いますね。1匹でしょ、8匹だと性格もいろいろだし、暴れん坊将軍もいるだろうし、おとなしい子もいるし、やんちゃな子もいるだろうしね、あんまりやめといた方がいいんじゃないかな。結構モルモットってナイーブなんでね、猫がずっとゲージの前でじーっと見てたらもうモルちゃんだいぶストレスだと思います。部屋を猫の部屋、犬の部屋、モルモットの部屋って分けてるんだったらもちろん大丈夫だと思いますけど、同じ部屋になるってことはしない方がいいんじゃないかな。猫飼ってないから分かんないけど。で、犬は飼ってたんですけど、犬とモルモット飼ってる時期が全く別なんで、そこは分かんないですね。やっぱ犬にもよるかな、犬の性格による。チワワちゃんはねすごいお利口ちゃんだったんで、その時はハムスター飼ってたんですけど、ハムスターの時は大丈夫だった、チワワはね。でもダックスの方はすごいやんちゃ坊主だったんでね、ダメですね多分。やられちゃいます、小動物が。であとはなんかペットシーツ1日何枚使いますかってことなんですけど、ペットシーツはねそのお家のサイズにもよるんじゃないかな。例えばこの部屋ですとペットシーツ1枚じゃないですか。でちょっと暗いんですけど、こっちの部屋だとペットシーツを下に4枚、上のロフトに2枚使ってるんで、やっぱ大きさによると思いますよ家の。はい、ということでこんな感じでしょうか。他にもね何かわからないことありましたら、私の経験の範囲内でねこうやってお答えすることができますので、何かありましたらぜひぜひコメント欄などでお願いいたします。まあね、こうやって私はこうって言ってるけど、これが絶対ではないですからね。やっぱりね生き物は機械じゃないんでね、その子の電源を押したら電源がつくとか、まあ、それは機械じゃないですか。でもモルモットはそういう説明書がないんで、とりあえずこういううちの子たちはこういう傾向にあるよ、じゃあそれを聞いてどうするかは飼い主さん次第です。動物が病気になっちゃったら動物病院に絶対連れて行かないといけないかって言われたら、まあそれもまた人それぞれですし、まあ、なるべく私は連れてってほしいなとは思いますけど、かといって連れて行き過ぎもどうかなって思うんで、やっぱそこはねその飼い主さんのお母さんお父さん次第かなって思いますね。ただですね、一つ言えることは、モルモット生き物ペットを飼ったら最後まで責任を持って最後まで一緒に暮らしてほしいです。もうそれだけは絶対してほしい。ちょっと今モルモットブームだけど、ブーム去ったからポイとか、もうそれだけは本当にやめてほしい。なんで私はそうならないように悪いところも伝えていけたらなと思ってます。とにかくね、モルモットはお世話が好きな人は好きだと思う。もうね、朝晩ペットシーツ変えて掃除して、餌ももう常に置いていかないといけないし、水もすごい飲むし、毛の種類もいっぱいあってね、ブラッシングしてあげたりとか手間はかかりますけど、犬ほどではないですね。モルモット10匹ぐらいで犬、小型犬1匹ぐらいになるかな、かそういうレベルですかね、私からするとね。じゃあそんな感じで皆さん、長々とお付き合いありがとうございました。それではバイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。